やべ、見つけちゃった。さっき声優行ったらさ、グリーンカレー、あとツナとタイカレー、やや辛めか。で、それとさっきのね、これまでに食べた2つと、あとこの3つ合わせて全ラインナップ揃いました。じゃあ、やっぱチキンチキンできたから、やっぱりチキン食べようか。こちら、稲葉チキンとタイカレーグリーンでございます。トゥルルルルルーン。さて、レンジでチンしてきました。こちらグリーンカレーですね。お店で食べるようなグリーンカレーとそっくりですよね。3つのチキンカレーの中では一番水分が多い汁ではないでしょうかね。では、いただきます。おお、グリーンカレーだ。これグリーンカレーだよ。いや、タイ料理屋さんで食べる味と全然変わんない。うん、本物。じゃあチキンも。あ、うん、やっぱこのチキンでっかくて美味しい。この缶詰の缶に入ってるくらいの量なんで、お茶碗一杯分くらいがちょうどいいかな。それで足りない人はもう一缶買ってくるか、あとは焼きビーフンとかね、フォーとかね、そういったものを合わせればね、すごくいいんじゃないかなと思います。で、なんでこれ流行ってるかっていうと、ローソンストア100で100円で売ってるらしいんですよ。そう聞くと、まあお得ですよ、これ。もういかにも店で食べる味の本物の味しかしないんですからね。すごくコストパフォーマンス高いんじゃないかなと本当に思います。稲葉チキンとタイカレーグリーンでございました。っていうか、もう全部食べちゃうかな。続く。